はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。皆さんどうですか、集めましたか、ジャミの色違い。それでシャドウサタンだっけ、後ろ。それから、キラータイガー、キラーパンサー。私はね、プックルって名前に変えました。皆さんはどうですか、ボロンゴ派もいるんじゃない。そんなわけで第140回闘技場、今んとこパーフェクトできております。6日目となります。行きましょう。で、一個ね、チャンスがあればやりたいっていうのも、エスターク。皆さんどうですか、しましたか、エスターク。いやー、無課金の割に3凸まで行っててね、ちょっと心躍ってるんすよ。で、昨日ね、全部開花して、全部開花はしてあります。全部交換してた、交換所のやつ。エスタークの交換所のところも、全部花とかあれ取ってやった。したらギリギリいけたって感じで、全部解放して、でまだね、ポイント的には触れてないところがあるんですけど、ドルマ系のやつは上がってますので、まあ、火力はこの火力なのかなっていう感じですかね。体勢的には漏れてないって感じかな。で、あ、でね、素早さね、これも持ったら646までいくんだよ。これ速攻パー入れてもよくねって思っちゃったけど、でドルマ弱点の相手がいるのであれば入れてもいいかな、今日。個人闘技場もしくは PVP においても、試してみたい。だって今素で攻撃力605あるでしょ。これさ、攻撃力のやつ技詰みとか入れたら何になるの。690 で、これバフかかってくんでしょ。やばくね。で、腹痛持ちだよ。で、特技教科書、昨日ね、自業ブレイク、これね、これしかもう使わないと思うんで、あ、まあ、帝王の一撃使うかもしれないけどね、これを10にしたくて10にしました。0から10。教科書ね、291使いました。また集めなきゃな。まあまあ、でもね、それだけの価値がある子なのかなと思っておりますね。まあ、チャンスがあればね、使っていきたい。エスターク。だドルマ弱点って言うと、まあ、ロトは思いつくんだけど、他誰がいいんだろうね。他思いつかないんだよな、ドルマ弱点って。テリーとかもドルマなんじゃない？ね。当倍。行ってやるか。行ってやるか。で、物理アタッカーなんで、あれがきついんだよね。三河氏？きつい。で、あとは、モナーハンターとか、物理カウンター、アタックカウンターのあの子あたりが厳しいんじゃないかなと思っておりますが、まあ、第二のデスピサロになりうる、ドルマバージョンになりうるキャラですよね。基本ここはいいかな。あとはちょっと未知数だ。ドルマとかって苦手なのかな。いや、エスタークも使いたい。うずうずしてる。ここもな、やつの素早さ上回れればな。半減か。で、あ、エスタックって硫黄弱点だっけ。だからちょっとあれだな。あ、この辺なんかあ、違う、ドルマ使いなだけか。ドルマ弱点なわけないか。ねえ。あ、ギュメッチはドルマ弱点なんだな。ここかな。ここに行って、先に。テリーは、ピサロと同じぐらいで、まあ、ここの方が無難ですよね。ここにしようかな、じゃあ。ここにさせていただいて、シャドウ、ギラ。バギ、どうしようか、どうしようか、この子どうしようか。マームでよくない、マームくん。いやー、あれをバランを止めるっていうのは手なんだけどな。こっちじゃない、こっちを変えるのか。バランは焼けつくでしたっけ、確か。そうだよな、バラン焼けつく取るっていうのも手なんだよな。よし、じゃあこれでいきましょう。モナハンで焼けつくバランを取ってっていう手もありますよね。で、一つのソロとロトなんで、魔物使いとあれと、ブッチジャンプはあれで落とせるとは思うんで、あれなんだけどな。
ワンコ、ワンコって何してくんだっけ。はい、対戦よろしくお願いします。ワンコよ。しかもギラが通んのか。真理ここか。でドラキーがあそこにいるのか。で結構前に出て詰めてきてくれてんだね、これね。ここ行ってここ行って、どうなんだ。ここでいいよな。ここであのバランだけにセットしておけばよくない。あれギラダメなんだっけ。あれちゃんと見てなかったかな。じゃここでブッチュン行こうか。ブッチュン三連撃、ブッチュン三連撃のもう、ま、あれだ、あれ任そうね。でこれはこれ、ここでオーロラで、ここでギラショッツ入れて、ギラショッツを、こっちは効くと思うんだよな。だからこっち、こっちも入れなくてもいい、いいよな、入れなくてな。あーでも失敗したな。まあここでオーロラしましょうか。オーロラマームはワンコに打っとくかね。ワンコ落としたっていいわけだから。でこっちはブッチュンブッチュンブッチュン行けばいいか。1番目、あ素早さがちょっと違くなってるね。あーまあ今回はよか、まあ良かったけど良くないのか。1番行ってブッチュンブッチュンブッチュン、どうしようかなこれ。あでここか、ここ行ってやるか。でオーロラやって、こうだな、こうのこうだな。よしじゃあこれでいきます。あバタフライバタフライそこじゃ何やってんの。こうなるとちょっと怪しくなってきたな。これこうか、こうするか。うわーちょっとこれは良くないことやっちゃったな。魔物使いこっち呼んじゃった。うわーどうするこれ。ここ行く、でブッチュンブッチュンブッチュン行かすか。あそれで行くしかないな。うわーいやそこまずくない、まずいんだよなそこな。そこがまずいんだわ。これ焼けつくんするか無難に。焼けつくんしよう。でこっからロトを打つ。焼けつくんしよう。これ危ねえ。ソロ落としてもらうわあれで。これはこれでよしだな。これはこれでよし。いやワンコの攻撃も受けんのか。順番もえらい間違いだしな。ファイアどちら、あ落ちる、ナイス、それはありがてえ。これはこうさせて、じゃあこうさせていただく。落ちるかな。ギラ OK だもんね確かね。ギラ OK だよな。でこの子何持ちなの、何持ちなの。無属性なんだね。いやバタフライ狙ってくるよねこれね。どうせ落ちないからこっちにする。 1,2,3,4、 こっちにしよっか。でロトで天空の息吹であれ落とせないか、落とせないな。でワンコは眠るとかあるかな。これ届かないもんね。でこれこれで、あー眠るとかないのか。でドラゴンは、あーダメか。で仲間呼び、どうする、仲間呼びでいいかな。これ落ちないもんな。落ちなくてバランも落ちなくて、この子は何が弱点、弱点キャド大弱点か。ピエール向かわしてみる。ピエール 1,2,3 届かない位置だけどな。ピエール呼んじゃおうか、試そう。やれんのかピエール。Fランクのあれどっち読んだ、
もうグダグダすぎない、なんかやば、グダグダすぎないですか、やってること。ありがとう、ありがとう。あ、ギラじゃ落ちまい。よし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 。ベロとか、まあ、守るつけからなんだ。あ、ここは大丈夫だね。はい、いぶき。あざっす。あぶねえ。順番も間違ってるし、マーム戦闘しなきゃダメなんだ。うん、真珠なんか3番目でいいんだ。もうエスタークのことだけ気になっちゃってさ。はい、2戦目になります。ここは素早さ負ける。ここダメ。ここだな。魔物使いってさ、何が通るの。いいよ、いいよ、メライオか。メライオな、一応そこだよな、第一候補な。あー、ここしかないな。ここだな。ここでマームセッツするか。マームセッツでいいな。マームセッツのメダパニ、一応メダパニ。マインドって手もあるよな。うん、マインドって手もある。で、向こうが三凸なんで、これメダパニな。メダパニにしとく。メダパニな、OK。で、あと順番、あぶれ、順番。ん?2番目、ブチョチョッパーになってんだっけ?そうだね。で、神竜のあれを変える。これを、これにするんだっけ?そしたら600。600。にしてやる。で、これ。これを、これにしてやる。560。これは ?600 ならね。これですね。正解はね。ああ、一緒になっちゃうんだっけ?ああ、一緒になっちゃうのか。じゃあ、これでいいわけだね。シャドイオ、シャドイオ、シャドイオ。ギラ。シャドイオでいいか。これですね。これにして、あとはもう配置次第だな。いきます。なんか終盤に向けてちょっと強くなってきたな。いや、エスタークいってやりたいな。はい、対戦よろしくお願いします。順番で、順番、あと順番が大事。ま、向こうの魔物使いに勝っててほしいな。1,2,3,4,5 取れている。 OK。 1番、この子ギラで通るんだっけ。通るのか、ギラな。自分に対しては打てないんだっけ。ここで打ってやるか。違う、ここ、あ、また届かないバージョン。あ、また届かないのか、これポッチの後ろ。うわ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 。あれ、一番ブチュジュになってんだけど、あれあれ、なんで。あれ、そうだったっけ。まあいいや、ここでブチュジュン行くだろ。ブチュジュン、ブチュジュン、ブチュジュン。で、神竜はこっちにするか。ここだな。ブチュジュン、ブチュジュン、ブチュジュン、神竜。で、いや、落とせるかな、魔物使い。で、これ、早めにメダパニ取りたいな、あいつ。メダパニな。で、どうする。ちょっと待って、回復は入るから、それ計算しよう。ここでブチュン、ブチュ、ブチュン、サラサラ、サラサラ、サラサラ。サラサラ、うん。で、マームまで落としたいな。マーム、魔物使えば落としたい状態。で、ギラショット。ギラショットな、当倍だな。
ギラショット等倍で熱風大陸。いやーどうですかね、いけるかな。で次これも届かないね、うん、この子が混乱が早めに取りたいとこだけど、あバタフライが先出るパターンもあんのか。他になんかないかな。これブチュジュンブチュブチュサラサラブチュ、いやいやブチュン行かなきゃダメだ。でサラサラ、うん、こっちにブチュジュンでここでサラサラ、ここブチュジュンサラサラブチュジュン。でも3発欲しいよな、3発欲しい。であの子は入らない状態、あの子は先混乱取ってここで、天空の息吹じゃなくてなんか、あ届かないんだよな、それがな、それが届かないんだよ。でマームも役に立ってない、これマームも役に立ってない。ギラは通る、ブチュチュンのサラサラか。でどこまでいけるかだな。ブチュチュンブチュチュン行ってギラショッツ、ブチュチュン行ってギラショットサラサラ、ダメだ、ここ取られたって結構ダメなんだよな結局な。よしじゃあこれでいきます。いやこっちの後ろな、でまた間違えてるし順番な。さあ頼むぞ、一発二発三発、半分以下、いやいやいや、どうだどうだ、うん、はい、これ次サラサラどっちじゃないかな、入れておく。ここここここ問題よ、ここ問題よ、オッケー、よっしゃ、オッケー。じゃあここに関しては、あ一番前出ちゃって、あ一番前いけんのか、オッケーオッケー。そして天空の息吹、オッケー。984か、弱点ついて984か、ああれは無属性か。いや今度はブチュチュンパの素早さだ。あ魔物使いに関してはあれか、なんだっけ、ブギーのさ武器の方がいいんじゃない。ここだな、今のとこだな、今のとこだな、うん、いや無とそういう家侮れないぞ、うん、ここだね、うん、ここで素早さ、あちょっと待って、エスターク出す、試し切りしたいんだけど、この2人分減らしたぐらいじゃエスタークの枠にならないこれ。ちょ待ってちょ待って、これあー足りない、ちょっと待って足りないわ、エスターク行きたいんだけど、でもちょっと待ってこれ B、 なんなら魔物使いパーティーだからさ黒煙の息吐いてやる、え誰だっけ、 BBBBB で あの子しかいないわ、バタフライしかうちには。いやこれどう、646めっちゃ早くしてやった、あこれでなんか行きたいんだけど、これなんか星降る腕は、あいや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 、どうする、これじゃなくてもいいっちゃいいんだけどな、あそうか攻撃力が上がるからこれでいいか、600、いやそんな素早くする必要ある、でドルマ取るの、ドルマ取るかみたいな、ドルマ等倍でロトは通る、この子は半減ね、あ半減、バゲージは激減、やる位置やる意味ある、これ
で、素早さは良さそうだから、どっちか、こっち変えるか、技詰めするか、これでいくつ ?534、534はなんかちょっと微妙なラインに来るな。534微妙なラインだな。だこっちを大のこれにするか、攻撃力が上がるから。613、これでやったらいいね、653の。よし、これもう打ちたくてしゃあない。ダメかな、大丈夫だよね。魔物使い、とりあえず魔物使いをやるってことな。よし、よし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 、一列並んでいるね。あー、これはいいぞ。あと範囲だね、自分から2マス先の8列だっけ。はい、大戦よろしくお願いします。1番スターク、こっから撃ったら、じゃあでどんなんだっけ、射程がもうあれしか撃てないから。そうだね、1マス飛びの、こっから1マス飛びの2列だから、バゲージは入らない状態だね。入らない。でここでサラサラでよくね。こっちは落ちるよね、落ちないかな。落ちなかったら どうする。落ちなかったらこれバタフライで十分かな。こっちちょっと魔物使い振っときたいんだけど、こっちか、ここか。あ、いやいや、これでよくね。これでいいわ、ここで。そうだね、これでいいね。ここで打てばいいんだもん。ここで打つ、ここで打つエスターク2番芯で、ここサラサラ、ここだな。ここじゃないとバゲージ入らないからな。で、まあ、バゲージはまあ、ね、落ちなくてもいいっちゃいいんだけど、あとは魔物使いとあれ落とせるだけ。でこれでいいっすね。はい、行きましょう。よっしゃ、ウィジンジャー黒煙吐いてやる。ブレス息アップだからね。落ちねえ落ちない、落ちない。ちょっと待って、攻撃力見とこうか。素早さ722だって。え、この子も上がる、あれがあるんだっけ。攻撃力653ね。653。守備力523。653、653。一番左が、分かりやすいですね。一番左が、著弱、一番右が等倍、真ん中は半減。もう、なんつうの、紹介するのが一番いいじゃん、これ。エスターク開花の紹介動画で使えるよ、これ。はい、いきます。1400出て、1400。危ねえ、マジ危ねえ。1400ね、1400、一番右いくつだったかな、ちょっと後で見てもいいな、見返してもね。よし、まあ魔物使いでもいいけどね、まあ手柄を取らせてあげましょう。1400か。で無凸の100レベルマックスじゃなかったよね。120いくつのロートでしたよね。誰が盛られた時にね、どんぐらい出てくるかっていうのは気になりますけど、今日はまあ今日でいいんじゃない。エスタークも城で喜んでおる。はい、というわけで6日目が終わりました。以前パーフェクトは取っております。今日は回すと思います、対戦相手ね。はい、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。